はい、どうも皆さんこんにちは。はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。まあ、とりあえず続きからって押していこう。今日はですね、今日じゃなくて昨日なんですけど、これもまたね、素晴らしいニュースなんですけど、ホットケーキミックスってあるじゃないですか。昭和さんのね、これがなんと某ドラッグストアで98円でした。350g 入り7枚分、安いっすよね。98円ってたまたま行ったら売ってて、うわー買っとこうと思ったんですけど、まあ牛乳もないし卵もないし全然ホットケーキ作れるような材料はないんですけどねで今回こいつと戦うんだっけ、このストーカーだっけ。無理な気がするんだけど、絶対負ける気がするわ。だって確かこのミッションの名前が敗北でしょ。あ、むしろ負けていいのかな負けてクリアでいいのかな。あ、で最近ですね、フルーツミックスフルーツジュースみたいなのにハマって、今トロピカーナのですね、ピーチ感アップって感じのジュースを飲んでるんですけど、これはまあまあでしたね。トロピカーナ200円くらいするから美味しいのかなと思ったんですけど、そんなにまあ美味しいんですけど、まあそこまで感動するような味ではなかった。この前に飲んだなんだっけ、太陽のマークのやつ、なんだっけ、サンシャインじゃなくて、なんかそれの、キウイ味はなかなか美味しかった。飲みやすかった。トロピカーナはどちらかというとなんか本当に、もう書いてあるように、手絞り感覚って書いてあるように、本当に、ホームメイドスタイル。なんかもう、まあ、トロトロしてるというかね。もうちょっと俺はサラサラしてた方がいいかもしれない。100% より、あ、待って、もうスタートボタン押せって書いてあったの。ずっと話してた。まあ いや、こっから集中していこう。まあ、ジュースの話は後でね。まずは普通に戦いに行くのかな。まあ、味方がちょっといるっていうのが心強いというかね。まあ、あるんですけど。よし。まずは弾を拾ってからかな。よし。敵の方出ました。よし。ロスマーショット。待って、やり方が忘れてるかもしれない。あ、これ、忘れてる。忘れてる。忘れてない。大丈夫だ。まだ。なんか煙が邪魔だな。全然敵知らねえし。あ、味方死んだ。あ、今。うぅって声がした。ほらほら。動きながらやんないとダメなんだよ、味方。当てちゃうから。フルジャイはね、三打性があるからな。ほら。動きながらやると意外と当たんないんですよ。これがね。こうやって徐々に近づいて相手にプレッシャーをかけるという作戦。どうよ。味方も見習ってほしいものだ。味方ってさ、これ、この弾何発ぐらい当たると死ぬのかな。よし。あ、輸送トラックを確保しろ。右面ってどっちだ。これさ、右とか左とか分かんないぞ。定位置についたと。拡大邪魔だな。外そう。よし、いけるいける。オッケー、今超上手くなかった。相手を的から外さなかったよ俺は。うわ、あそこめっちゃいるね。爆弾だろこれ。爆弾ダメか。イエスサー、サイエスサー。待って、回復したいんだけど。オーケー、うまーとかじゃなくて、すっげーギリだった。回復ブルザイにしようかな。あ、ここだとブルザイの方がいいような気がする。よし、回復させてくれ。味方ってさ、これ何発ぐらいで死ぬんだろ、本当に。味方はさ、何、普通の人間だからさ、多分回復しないんだよね。おそらく。ほら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 。死なないな。死んだ。まだ出てこないのかな、怖いな。こいつら全部倒した頃に出てくるみたいな。ほらほらほら。あ、やべ。うわ、やべ、めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる。ちょっと待って、弾。回復回復。おー、回復あったらラッキー。あーやべえ。あ、ブルザイ溜まんな。今こいつこっち向いたぞ。なんか一瞬だけだけど。ほらほら、よし、倒した。こんな奴らにこんな食らっててさ、本当に倒せんのかなあいつこれめっちゃ多いよマジで。ほらほら、よし。あー、倒せなかった。真ん中やろ、この野郎。
もしかしてさ、このブルズアイと戦ってるところはさ、カットしちゃってもいいのかな？ね。そう思わないですかね。そう思わないですかね、思わないですかね、聞くのがおかしいけどさ。ね、だってさ、こんなブルズアイと、ブルズアイじゃねえ。もう敵と戦ってるところをね、映したってね、なんか、毎度おなじみの光景ですよね。変わった光景があったら、あ、でもまあ、地図把握っていう 面では、やっぱり流した方がいいのかな。どうなんだろう。難しいよな。毎回思うんだけど、編集の時に。ここ必要かなって。あ、回復してる。よし。敵がそちらに接近中。大佐ってことはこれ、待ち遠しいだろう。と、別に待ち遠しくねえよ。え？なんだ？え？あれ？あれ？あれじゃないよね。あれは前もう飛んでたもんね。なんだなんだ？なんだこの静けさは。え？え？待て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 。あれか？ローカスが卵を産んでますよ、大佐。え？奴らを包囲して、あれを倒すのか？これは無理だよね、多分倒せない。え？あ、卵って、え？またかよ、お前ら。あ、意外とこれ使えるかもね、こうやって隠れてる敵にさ、倒した。あれ？クリア？クリアじゃねえか。クリア？あ、チェックポイントだ。いや、チェックポイントってなんだよ、チェックポイントって。ストーカー！ストーカーどこ？ストーカーどこだ？全が安全を確保しろ。離れろ。お、いた！いた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 ！やだやだやだ！ちょ、こいつはやべえ！こいつはパナイス、パナイス、パナイス！ごめんなさい。え、これは無理でしょ。いやー、背面が奴の弱点だぞ。背面ってどうやっていくんだよ、背面に。ここでいいじゃん、もう。こうやって戦えばさ。ほらほらほら。お、背面、来た。背面、背面。あ、やべやべやべ、ごめんごめん。ごめんごめん。だるまさんが転んだかよ、これマジで。カットしまーすってやっていったところなのに、ストーカー出てきやがって。あー、ちょっと待って、痛い。こいつは強いな、マジで。こいつは強い。お、やべ、お、回復したよかったー。ギリギリ、マジで。タワーコアってどこだよ、マジで。後ろ向いてくんないかな。やべー、やべー、やーちょっと待って、ちょっと待って。うわ、うかつに動いたのが失敗だったか、これ。ちょっと待って、なんで俺ばっか狙ってくんのさ、あいつ。あぶねえ。こういう時にね、家があってよかった。あった！パワーコア！あれか！いやでも、倒せねえだろ。あれ、ブルザイじゃ。やべ。なんとか後ろ向いてくんねえかな。ああ、チャンス！よし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 、いけいけいけ、いいぞいいぞいいぞ、よーし、引いてるぞ。ポンコツ、なんで死んだ今。なんで死んだの今俺。やべえ、自分の死に納得がいかない。え？さっき2号くらいいなかったっけ？これ待って、動画でもう一回見直すしかないな。なんで死んだんだろう今。待って。あっち行っちゃうと多分狙えないことが分かったから、ここら辺で戦うのがいいかもしんない。ここ。気づいたら食らってたのかな？よし。いいぞ、ここならいい。あれ？やべ、こっち来てない？なんかあいつ。あ。ほらほら。あ、なんで動き早いの今回。おら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 、パワーコアだろ、ここ。あれ違う？あれ？やべ！あ、ミサイル撃ってきた、あいつ。さっき死んだの、これか。ちょっと待って、踏み潰される勢いじゃないこれ。ドーン！ちょ、怖え、マジでこいつ、早え！やべ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 。やべ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 。うぅぅ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 ちょうどいい。おお、しゃがめばオッケー。ひょっ、ほらほらほら、やれ、しゃがむ、しゃがんでも当たりそう、これ。
いやーちょっと待って。よし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 。隠れる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 。ジャンプジャンプできない。ここどこ、ここどこ、マジで死ぬ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 。待って、車の中に隠れよう。車の中じゃねえ、車の内側。よし、かかった、よかった。よし、いいぞいいぞ。あーもう最悪。よし、あ、ここいいかもしんない。あれ進めないんだけど、なんで。あ、そうか、これに引っかかってたのか。いいぞいいよいいよいいよ、最高最高。よしよしよし、最高だこれは。いい、死ねー。あー、こっち見た、なんかミサイル、あれでさっき死んだんだ多分。あれ一撃っぽいもんな、あいつがあの攻撃やってる。ほら2発、あ、ちょっとやばいって、これはこれはやばいって。よし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 、あと一発分は耐えられる。やばいよあのミサイル、マジで本当に危険。これは熱い、なんか初めてじゃない、こういうボス戦みたいな感じ。いや、ちょっと待って、よし待って、でもキメラってさ、これ1体じゃないんだよね多分。これもしかして中ボスみたいな位置かな。ほらほら、ならば余計死んでらんねえぜ。やばいやばい、早く後ろ向け。あれ、え、なんでなんで進めないの。あ、後ろじゃないなこれは。ほらー、よっしゃいいぞ、このトラックのところにいれば完璧。さっきミサイル食らったけど、どこ行った。いたいたいた、待ってる、ラッキー。よーし、え、我が銃と我がライフどういうことだ、倒した、やったー。今回早いじゃんこれ、ちょっとこれちょっと早いんじゃない、今回。ミッチェル支部、現場を制圧、ストーカー全滅。全滅？一匹だけだったよ。住人は無事だ。え？こちらパーカー、すぐ向かうわ。え、パーカーって偉い人だったの？実際。なんで捕まってたんだよ、そんな人は。何これ。え？おお！え？なんだなんだなんだ、今の光景は何？え、この、触ったやつは何なのこれ。トラックじゃないのこれ。私は作戦を、え、なんだ、近づくのを見たのだ。密閉、ヘイルの状態を考えると、彼には近寄らせたくなかった。何だったんだろう、今の。姉さんの中に眠っているキメラがなんか目を覚ましたみたいな。怖いな、それは。いきなり敵になるとか。もしかしてパーカーを操って、姉さんと戦うみたいな。想像したくねえわ。姉さんとかコンピューターが動かしたらめっちゃ強いでしょ、あれ。多分。パーカーキメラじゃないからさ、回復しないしさ。怖えわ。で、次何と戦うんだろう。また普通のやつだかな。まあ、で、今回から新しい、あれになりましたね。新しいっていうか、進め方で、一通りこうなんかマップ見たら、もうその後から、ハイブリッドとか、なんか雑魚敵と倒すときは、なるべくこう早送りとか、カットとかして、まあ、なるべく退屈しないようなね、自分が見てても。ようなものにしていきたいと思います。はい。まあ、そこら辺はご了承ください。進めていく上でもね。うん。前半と後半とかに分けるようになっちゃうんで。おお、今回はなんかすごいぞ。トンネル？まあ、今回すごいぞって毎回言ってるけど、毎回すごい。広大だね。さっきのステージといい。さっきのステージより広大だ、これ。橋のところ行ってみたいね。よし！じゃあ、今回は、この辺にしていきたいと思います。セブ。てか、なんか新しいスキルをゲットしたね。てか、あれ10ポイント貯まるとなんかもらえるのかな、新しい武器とか。やっていきたいけどさ、そんな余裕ないんだよね。味方を助けるとか絶対無理だもん、俺。ってことでね。はい。じゃあ、見てくださった皆さん、ありがとうございます。まあ、次も2日後に開けると思うんで。2日後ではない。4日後か、3日。3日後か4日後に開けると思うんで。よかったら見てください。では、お疲れ様でした。じゃあね。